っぱりバランスを気にするぐらいで、うん、バランスとタンパク質多めっていうところで、うんうん、あとはジャンキーなものは控えるというか、うんうん、もちろんその禁止にはしないですけども、食べたいなって思った時には、まあ、その食べたいと思う頻度が少ないんですけど、まあ、例えばハンバーガーとかラーメンとか、はい、そういうのは月に1回とか、まあ、そういう頻度かなっていう感じ、うん、やっぱ基本が大事ですね。バランスよく食べて、で余計なものは食べないっていう、うん、でも全然甘いものとかも結構食べるんで、本当最近毎日アイス食ってるような感じなんで、ああ、それはちょっと多分、これを見てる人で、多分救われる人が。ちゃんとその分、運動もしますけどね。その分ね、その分動いてる。まあでもやっぱりその、僕の中では、もちろんその、ちゃんとしたバランスのいい食事っていうのは大前提ですけども、うんうんうん、あまりその、制限をかけすぎて、ストレス溜めるのも良くないかなと思ってます。はいはいはい。ね、ストレスかかるんだったら、食べて運動すればいいと思ってます。はいはい。逆にじゃあ、レース前とか、レース、まあ、例えば1週間前なり、もう、前日とかっていうタイミングでも、特にそれは変えずにずっと同じ感じ。そうですね。まあ、多少、その、炭水化物を多めにしたりだとかはしますけど、うん、まあ、20キロぐらいのレースだとあんまりそこまでしないですね。うん、で、まあ、ちょっと3時間超えてくるようなレースだと、まあ、ほんと軽くですけども炭水化物を多めにとっていって、はいはい、でレース前日とかは食物繊維をなるべく減らすようなっていうのが、まあそのレース中のジェルの消化とかをジェルの吸収を良くするためにっていうところでそういうふうなことをしてみたことがあるんですけど、っていうのを意識はしたりしてますね。で、レース当日は、まあ、炭水化物多めのものを、だいたい朝だったら、そうですね、ご飯と、お味噌汁と、バナナと、カステラとか、どら焼きみたいな感じですけど。ね、ちなみに、レース中は、そのジェル、基本的にはもうジェルだけ。ジェルだけです。はい。ケーブルとかも、プラスジェルと飲み物。そうですね。まあ、長いレースだと、まあ、フルーツぐらいは食べますけど、短いのだともうジェルだけですね。ジェルはどのくらい ?30 分に1本とか?30、基本的には30分に1本ですけど、まあ、距離が短いレースだと、まあ、40分に1本とか1時間に1本とか、うん、まあ、そもそも、まあ、それ以前に1週間で少し多少貯蔵してるグリコーゲンもあるんで、まあ、それに応じて、それプラス距離に応じて、まあ、20キロぐらいだったら1時間に1本ぐらいでいいかなっていうふうに思いますし、3時間であれば、まあ、40分に1本とかでもいいかなと思ったり。大体、今、そのやってるだと、カテゴリーだと、まあ、長くても4時間ぐらい、4時間、5時間ぐらい。そうですね、まあ、ウルトラカテゴリーになってくると、まあ、多少、そうですね、7時間とかかかるレースありますけど、うん、去年出た中だと、55キロのレースで6時間50分ぐらいだったかな。はい、あ、なるほどね。それでももうずっとジェルだけ6時間50分ジェルだけ。果物とか。はい。果物、その時は果物食べなかったですね、多分。ああ、ほんと、もうずっと30分に1本ジェル。はい。ね、腹減らない、6時間。減らないですね。ああ、なんかね、いけるんだね。お腹減ります？やっぱり。ね、俺、食べるので、なんだろう、食べないっていうレースはあんまりしたことがないからね、なんだろう、もう結局決めて、その30分なり40分に食べるっていうふうに決めて、そのタイミングで食べるから、まあ、腹が減るから食べるとかっていうのではない、うん。ジェルなんです。ジェルではなくてですか？固形物ですか？ね、基本的にね、俺は、40分に1回、ジェルプラス、まあ、バナナとか固形物を一緒に取るようにしていて。なるほど。うん、なんかね、最初はジェルだけでもいいんだけど、なんか結構5、6時間経ってくると、なんかジェルだけ食べても、なんかこう、胃があまりこう、活動してくれなくなってきたり。なんとなくなんかイメージはできます。わかる。なんかね、そう、ジェル食べてもこう、なんか体が反応しないというか、で、そこで固形物入れると、なんか胃がちゃんと動いて、なんかジェルもこうちゃんと消化してくれるっていう、なんかこう自分の感覚なんだけど。なるほど。あれで。
必ずジェルプラスちょっとでもいいから固形物食べてこう、なんかこう咀嚼して噛んでっていうふうには一応ねしてる。どっちかというとその固形物を食べたいというよりも消化を促すみたいなイメージで一緒に固形物食べるようにしてる。なるほど。絆。